北海道といえば何ですか。嵐山動物園。ガスチャンネル始まりました。セーラームーンとジャッキーチェンと猫が大好きロシニャンこと歌唱ロシエルです。あれ言っておきますか。あれ？自己紹介ギャグ。はい。火遊び大好き歌唱ロシエルです。よろしくお願いします。いやもうちょっと大やけど。はい、来ました。びしょ濡れ地獄し水 NG なんで。いや NG に足って聞いてました。水は入れないと。はい。お、絶対食感。コスプレイヤーたるもの、指先一つでもスキルが高くないといけないと。それぐらいの繊細さがないと人々を魅了し喜ばすことができないのではないでしょうかという。繊細ですか。私は結構繊細だと思います。虫の気配に気づく。虫は苦手なんですか。虫、そう、大嫌いですね。足が4本以上ある。ムカデとかどうですか。ムカデダメですね。めっちゃ足あるじゃないですか。足が甘とかどうですか。いや、ちょっとダメですね。生理的に受け付けられないですね。生理的に受け付けられないですね。おー、見たことある。これ何かわかりますか。これはこれ、こうですね。手入れて。そうです。箱の中身は何だろうか。あ、これやったことないですか。やったことないです。意外とこう心臓が太いみたいな言われるんで5回挑戦してもらって、はい、3回正解すればクリア。おお、ということは罰ゲームももちろんありますと。うわ、目隠しをしてもらってる状況で物を入れたいので、はい、一回目隠しもさせてもらっていいですか。はい。目隠しも慣れたもんですね。行ってみましょうか。ちょっと気をつけてください。ちょっと、いやいや、もう騙されるの、騙されるの。え、もう大丈夫ですよ、行っちゃって。あー、なるほど、こんな感じなのか。慎重に、慎重に。え、もうここ下行ったらもういます。います。おお、おお、え、あ、そんなに、あ、お、あ、ん、お、お、これは、あと、え、なんだこれ。あー、言ってもいいですか。わかりました。わかりました。これは、たわし。正解。あー、これ見たことある。見たことあります。家でも使ってましたよ、お母さんが靴磨いてた。家貧乏なんですよ。間取りは一軒家の平屋。電話も未だに黒電話。リフォームとかも一切できずに。築年数どのぐらいなんですか。どのぐらいだ。100年ぐらい。あー、なんか触れた今。おお、あ、この感じは、そう、なんかこう、え、ロスちゃんかわいい、ロスちゃんかわいい。おお、動いてる。え、動物だよな。うるさい、うるさい、うるさい。分かったと思います。正確に答えてください。しゃべる猫の人形。うーわ、犬だった。もう入れていいですか。あ、ちょっと待ってくださいね。まだ全然入れてないです。あ、え、お、なんだこれ。え、なんだ、え、な、え、お、この形はなんか知ってるぞ。
なんとなく分かってきたかもしれない。知ってます？知ってる、多分分かりました。分かりました。これは耳。正解です。素晴らしい。やったー。さっきまで当たってたところにない。おおおおん、形外しましょうか。お、なんだろうな。あー、なんだこれ、難しいな。答えられる自信ないな、これは。でもやばいな、これ分かったかもしれないな。それが何のブロックかっていうのは分かってきたんです。日本の剣の形かなって思ったんですけど。私日本地図、石川県、北海道、沖縄ぐらいしか分かんないですよ、場所が。四国4県答えてもらっていいですか。熊本、北海道のパズルピース。おお、やばい、当てちゃった。3勝目ですね。ちょっとスタッフさん、舐めすぎじゃないですか、そのこと。いいですよ、やっても。いいですか。いいですよ。結構すごいですね。おお、北海道分かったっすか。北海道分かりましたね、なんか。北海道といえば何ですか。嵐山動物園。セーラームーンとジャッキーチェンと猫が大好き。じゃあ入れます。おお、なんか、え、なに、なんだこれ、めっちゃ伸びる。うーわ、これ嫌な感じ。頭の中でなんか汚いものを持ってるイメージなんですけど。あれ意外とでかい。触りたくないな、これ。絶対ロシェルさんは思ったことある。持ったことある。いや、汚い。こんなこと言っちゃっていいですか。ずっと触ってるとめっちゃ気持ちいいな。あー、これですよ、このマーク。これはあれですね、私も同時に刺激的なものを求めているんですよ。じゃあ答えお願いします。これはハンマー。いやー、セーラームーンのポーズできます。スッキリ変わってお仕置きを。もう緑しか見えてないです。わー、虫が苦手なんですか。虫、そう、大嫌いですね。大嫌いですね。これ心臓で一気に触ってしまう。めっちゃ手動く。動いた。え、これ虫。無理。え、わあ、うわあ、足めっちゃ多い。これおきっぱい。これをキッパーでやりますか、虫。いや、邪魔ですか。邪魔ですね。佐々木さん、やばい、目が冷たい。みんなに笑顔になってもらいたいんで、これからもおろし頑張ります。なので皆さん、チャンネル登録、そしていいねボタン
グッド、高評価ボタンもぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。